マモストン管理、ないし、マモスタン管理は、大三角測量において、K35 として測量された、中国との国境にも近いインド領ラダックの奥地に、ある、カラコルム山脈の締めクリも山群の最高峰。この山は、シアチェン氷河の氷河末端から3 0トルほど、東南東の位置にある、5 0 0ル以上のプロミネンスを持つ山としては、 世界で48位の高さとなっている。南チョンクムダン氷河、基地区ムダン氷河、グレーシャー、マモストン氷河、南テロン氷河は、いずれもマモストン管理の斜面上に源を発している。マモストン管理という3名の管理は、カングラや地方に関係することを意味している。マモストンは、チュルク語族系の方言で、マモイコール、リ、ストンイコールセントホグセ、線とほぐせ、 この山が常に頂上部が霧に包まれていることを踏まえている。山読は歴史的に交易ルートになっているが、伝説によると、ある時、この山を迂回せず、乗り越えていくルートを開拓しようとした大規模な対象が、これを超えたものの、そのまま全員が消えてしまい生きて戻らなかったという。こうした伝説もあって、英語では、ザ・マウンテン・オブ・サウザンド・デビルズと称された。 マモストン管理はあまりにも奥地に位置しているため、また当地の政治的、軍事的に不安定な状況もあっていまだに訪れる者は少ない。ヨーロッパ人による最初の遠征は1907年にアーサー・ニー・イブとジー・オリバーが試みた。その後は長らく外国人は立ち入り禁止とされた。初登庁は1984年のインドと日本の合同体であり、 マモストン氷河にベースキャンプを設け、複雑なプローチを経て、北東領線から登頂を果たした。初日の9月13日に登頂し、初登頂者となったのは、山田昇、吉田健ー R シャルマ、ピーダス、H 長藩であった。続いて、15日に、日本側隊長の尾形義雄、新郷信弘、岩崎陽と、インド側2名、16日には、 インド側の2隊員が登頂に成功し、隊員13人のうち、医師として参加した、インド側の1人以外は、全員が、頂上に立った。以降は、複数のインド隊が登頂し、また、2007年には、フランス隊が登頂して、タングマン氷河から、東領を経て頂上に至る複数のルートが、開拓されている。ありがとうございます。